マイケル・ロスバッシュは、アメリカ合衆国の遺伝学者、時間生物学者、ブランダイス大学の教授でありハワード・ヒューズ医学、研究所の研究者でもある。彼の研究グループは1984年に黄色症状場へのピリオード遺伝子をクローニングし、1990年に外実時計における転写翻訳の負の,のフィードバックループを提唱した。 1998年、ロスバッシュらは黄色症状映えで、フォワードジェネティクスを利用して変異表現系を初めて同定し、変異の原因となる遺伝的性質を特定することで、サイクル遺伝子、クロック遺伝子、クリプトクロムの光受容体を発見した。2003年、ロスバッシュは、米国科学アカデミーに選出された。2017年、外実リズムを制御する、 分子メカニズムの発見の業績により、ジェフリー・ホール、マイケル・ヤングと共に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。マイケル・ロスバシシュは、ミズーリ州のカンザスシティで生まれた。彼の両親は1938年に、ナチスドイツから逃れてきた移民だった。父はハッザーンであり、ユダヤ教において、礼拝で人々を指導する立場にあった。彼が2歳の時一家は、ボストンに移住し、 それ以来彼はボストンレッドソックスの熱心なファンであった。彼は当初数学に興味を持っていたがカリフォルニア工科大学で生物学を受講したこと夏にノーマン・デビッドソンの研究室で働いたことから生物学の研究へと進んだ。1965年にカリフォルニア工科大学を卒業して科学の学位を取りフルブライトプログラムを利用して パリの生物学物理科学研究所で1年間過ごし、1970年にマサチューセッツ工科大学で生物物理学の分野で医学の学位を獲得した。エディンバラ大学の遺伝学分野で3年間博士、研究員として過ごした後、1974年にブランダイス大学の教員になった。彼は研究者仲間のナディア・アバビッチと結婚し、2人の娘がいる。 ロスバッシュは当初、メッセンジャー RNA の代謝とプロセッシングに焦点を当てて研究していた。ブランダイス大学の教員になってからは、同僚のジェフリー・ホールと共同研究を行い、生物の体内時計の外実リズムにおける遺伝的影響について研究した。彼らは黄色症状がえを使用して、活動と急速のパターンを研究した。1984年、 ロスバッシュとホールは、黄色症状場への時計遺伝子を最初にクローニングした。ポスドクの同僚ポール・ハーディンが研究の続きを進めて、ピリオドのメッセンジャー RNA と、その翻訳産物であるタンパク質の量が、外実周期において変動することを発見し、1990年に、彼らは、外実時計の基本として、転写翻訳の負のフィードバックループモデルを提唱した。続いて、 外実時計の他の構成要素を調べた。1998年5月、ロスバッシュラは、同様に、パートティム遺伝子の転写を活性化する、哺乳類の外実時計のホモログを発見し、ドクロックと呼んだ。同じく1998年5月、ロスバッシュラは、黄色症状場への時計遺伝子の周期で、哺乳類のブマル1遺伝子のホモログを発見した。同年十一月、 ロスバッシュらは、黄色症状場へのクライブヘニーを発見し、クリプトクロムタンパク質が外実リズムの光受容体に関与していると結論付けた。一連の研究による外実リズムの分子メカニズムの解明は、青山学院大学の福岡真一教授によれば、高等生物において遺伝子と行動との関係を解明した最初の例だという。ロスバッシュは、 マサチューセッツ工科大学の大学院生として、メッセンジャー RNA のプロセッシングの研究を始めた。彼は、質荷工母、サッカロミセスセラビカでの研究で、メッセンジャー RNA を、タンパク質に翻訳するために決まった順番で、酵素、タンパク質、細胞内小器官が、メッセンジャー RNA 上に集まることを明らかにした。 この過程に誤りがあるとアルツハイマー病のような病気につながるので、この研究はこれらの病気をより理解し治療するために必要なものである。1990年、ロスバッシュ、ホール、ハーディンは黄色症状場への外実振動体におけるピリオド遺伝子の役割を特定した。彼らは PER タンパク質の量がメイアン周期において変動すること、この変動が シアン状態で持続することを発見した。同様に、パーのメッセンジャー RNA も、明暗周期に合わせて、周期的に発現していた。肺の頭部では、パーのメッセンジャー RNA 量は、明期12時間、暗期12時間の周期でも、シアン状態でも変動した。パーのメッセンジャー RNA の量は、主観で、夜の初めに、ピークに達し、 PER タンパク質の量のピークはそれから約6時間後だった。パー遺伝子の変異はパーのメッセンジャー RNA の周期に影響した。この実験データから彼らは PER タンパク質はパーのメッセンジャー RNA 量を制御する負のフィードバックループに関与しており、この転写翻訳の負のフィードバックループが黄色症状場への解実時計の中核だと仮説を立てた。 彼らはまた、ピリオド遺伝子の2種類のミスセンス突然変異、パウスとパール1も調べた。これらの変異は、野生型のパーの葉へと比較して、前者は活性ピークを早め、後者は遅れさせた。彼らはこの2つの変異でも RNA 量が明確に、周期性を示すことを発見した。自発運動活性のように、発現ピークは、パウスで早まり、パール1で遅くなった。 彼らは、ピリオド遺伝子の機能を喪失させた変異ハイパーレイを、有効に機能するパーの d n a 7 2ロビットで、形質転換し、パーレイ遺伝子座と、新しい遺伝子座のパーのメッセンジャー RNA 量を、測定した。形質転換の後、パーのメッセンジャー RNA 量は、元の遺伝子座でも、新しい遺伝子座でも、周期的に変動していた。パーレイ遺伝子座は、 正常なパーのメッセンジャー RNA を翻訳して、正常な PER タンパク質を翻訳することができたが、これは導入した7 2キロビットのパードナから転写翻訳された有効に機能する PER タンパク質によって周期性が復元されたことを意味する。フィードバックのループが作用しているので、新しい遺伝子座の PER タンパク質量が周期的に変化することで、元から アルパー0遺伝子座のメッセンジャー RNA 量もフィードバックにより周期的に変動する。1992年3人は TTFL のメカニズムについてより詳しく調べた。彼らは特にピリオド遺伝子のメッセンジャー RNA 量変化の調節に関心を持っており、パーのメッセンジャー RNA 量は転写で制御されていることを発見した。これを支持する証拠として、 パーのメッセンジャー RNA 線具体と成熟メッセンジャー RNA の周期が一致していること、時間同調因子と関連して振動していることが挙げられた。他の転写調節の証拠としては、パー遺伝子のプロモーターが非相同メッセンジャー RNA に周期性を与えることが十分な証拠となっている。ロスバッシュラは JRK 変異から特定した黄色症状場の遺伝子をクローニングし、 以前に発見されたマウスのクロック遺伝子のホモログと思われる遺伝子を同定した。この遺伝子はドロサーフィアクロックと名付けられた。ドクロックはパー遺伝子、ティム遺伝子の E ボックスと直接相互作用することが示され、またこれらの遺伝子の外実転写に寄与していることも示された。JRK 変異はパーとティムの転写周期を格乱する。また、この変異は ホモ変異個体において、久し山状態で完全に周期性のない行動を示し、またヘテロの個体では約半分の個体が同様に周期性のない行動を示す。JRK ホモでは、パートティムのメッセンジャー RNV 及び PER-TIM タンパク質は発現量が低く、また周期性を示さない。この結果から JRK の非周期的行動は、 パートティムの転写以上によるものだと彼らは結論付けた。これは、ドクロックがパートティムの転写活性化に関与していることを示している。1998年、ロスバッシュラは、新しい時計遺伝子として哺乳類ノブマル1遺伝子のホモログであるサイクル遺伝子を発見した。サイクル0変異型ホモの個体は、自発行動活性が周期性を示さず、サイクル0のヘテロのハエは、 周期の長さは変化したものの周期性が見られた。ウェスタンブロッティング解析では、サイクル0変異型ホモは PER と TIM タンパク質が非常に少なく、パートティムのメッセンジャー RNA 量も少ないことが示された。これは、周期の喪失がパートティム遺伝子の転写現象につながることを示している。減数分裂マッピングによれば、 サイクル遺伝子は3番染色体にあった。彼らは BHLH パスドメインがサイクルにあることを発見し、タンパク質と DNA に結合する機能があることを示した。1998年、あるクリプトクロム遺伝子の機能を結出変異を持つ黄色症状場への個体では、パートティムのメッセンジャー RNA 量が変動しないことをロスバッシュラは発見した。 この変異はクライベイビー、またはクライブと呼ばれていた。クライブ変異が明暗周期と同調できないということは、正常なクリプトクロムの機能が外実行受容体に関与していることを示している。黄色症状外では一部の速報ニューロンが外実リズムに重要であることが示され、その中には配速と腹速のニューロンが含まれている。LNV ニューロンは、 PDF 遺伝子を発現するが、これは当初はクロックから出力するシグナルだと仮説を立てられていた。PDF 神経ホルモン遺伝子の変異は LNV を選択的に切断したハへと同様の行動をして反応した。どちらも外部の光刺激には同調したが、刺激のない状態ではほとんど周期性を示さなかった。 どちらの実験でも一部のハエは弱い自律的な周期性を示した。これらの結果から研究者たちは LNV ニューロンが重要な外実ペースメーカーニューロンであり、PDF は主な外実伝達物質であると考えた。さらに近年ではロスバッシュは外実リズムを脳とニューロンの側面から研究している。解剖学的に区別できる七つのニューロンのグループが同定され、 それらはすべて主な時計遺伝子を発現していた。しかし、メッセンジャー RNV は外実かつ、ニューロン特異的に発現しているようであり、彼の研究室は、これがあるグループのニューロンに異なる機能を与えるのに、関連しているかどうか確かめることに関心を持っている。彼はまた、あるグループのニューロンにおける光の影響を研究しており、一つのサブグループは、点灯時に光感受性を示し、 別の一つのサブグループは、消灯時に光感受精を示すことを発見した。日出の細胞は、覚醒を促進し、日没の細胞は、睡眠を促進することが示された。ロスバッシュは、外実リズムにおける、メッセンジャー RNA のプロセッシングと遺伝子的メカニズムも研究し続けている。ありがとうございます。